ね、4月っていうのは始まりの季節ですね、うん、サプライズがあるとかないとか、春はあけぼのようよう白くなりゆく山際紫立つたる雲の加湿器のの呪縛から一年ちょいぶりにライブを新コーナー旅する音楽家チューバジョー答えませんホテルの部屋にバイブルありましたがありましたわ北海道小樽に旧鉄道跡みたいなのダッとかがバッておるサードアルバムレコ発で名古屋に行ったんですよ。旧帝大系の後輩がいるんですよ。その子は名古屋大学なんだけど中性を見抜くなよ豊島の仲良くなった人に誘われて車に乗せられかけてね、うん、愚痴を言われてめんどくさいなホテル、まあ、その近くに取って栄か新栄かとか忘れたけどなんかで降りてガードマンがね赤いこう棒を振ってるんですよ、くるくる、うんうんしとるんですよ。いけないかいうのが面白かったから、これ撮ってますんで。ティーチャー、続き教えてー、池袋の高級メトロポリタンホテル。ナポリタン、ナポリタン。おばちゃん店員と相性が悪いことが多いと。ですけってかなんか言ってくる。ヘルシーで美味しい。で、安い。ダメなんですよ。今そちらで、んで。待て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 ややこしいな。ハワイ行って留置所からこんにちはしてようかな。海外に行く時にね、藤沢から成田に直行するバスがあるんですよ。普通の電車で行っても結構かかるのに、バス1000円で行けるんですよ。いつもギリギリで走る人間やねんけど、この日はちょっと余裕を持ってたんですよ。なんてことや。それこそ待て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 、もう今日はゆっくり行けると思ったら、それ冷や汗もんですよ、うん、ありますよね、ありますよね、ありますよね。